角田秀松から1905年12月13日は幕末の藍津藩士、明治期の日本海軍軍人。最終階級は海軍中将。母親戦争において、朝敵とされた藍津藩出身者として最初の海軍将官となった人物である。藍津藩位、角田義友の次男として生まれる。父の江戸地府人に同行し、並松名のりに学んだ。 秋月定次郎に従って上洛し、林昆助に洋式訓練を受ける。と場、伏見の戦い、藍津戦争と歴戦したが、藩の降伏を迎えた。古川昭八らに学んだ後、昭船の水夫となり船長代理に登る。生体の役に運送船に乗り組んだ際に、西郷津道の地具を得て、1874年10月、長崎海軍出張所屋といとなる。 翌月、運用乗組となり、高架島事件に再開。陸戦隊を率いて上陸し、砲台を占領した。同年12月、海軍少尉任官。清てる乗組として、西南戦争に従軍し、同藩出身の行下熊之助の選手を見届けている。猛春乗組を経て、再度、清てる乗組となり、日本艦船発のヨーロッパ巡航に航海長として参加した。 東艦副長、副装艦乗組、水雷練習所副長、水雷局副長、長崎水雷英長、横須賀陳守府水雷司令、何和館長、佐世保地港と、佐世保海兵団長などを歴任。日清戦争前に初代軍令部第一局長に就任した。山本本兵衛が開戦直前に海上作戦の重要性を参謀本部に説明に訪れた際は、 つのだが同行している。戦中は大本営洛良でもあった。台湾総督府海軍局長を経て、1895年8月、海軍少将に進級し、台湾総督府において、参謀副長兼海軍局長、軍務局海軍部長、海軍参謀長を歴任。1897年12月、佐世保鎮守府予備艦隊司令官、以後、呉陳述艦隊司令官。 常備艦隊司令官を経て、1900年5月、海軍中将となった。さらに、艦政本部長、将官会議議員を経て、常備艦隊司令長官に就任した。同艦隊の司令長官はその前身時代から、早々期における海軍の主体を成した薩摩藩、長州藩、佐賀藩の出身者が占めていた。角田は、その三藩以外から、初めて就任したのである。前任は、 東郷平八郎、後任は、日高総野城であった。日露戦争時には竹式洋後部司令官を務めたが、1905年12月に、占病死した。その生前の功績により、1907年10月、死死、角田武雄に男爵が追贈された。角田は、母親戦争において、朝敵とされた藍津藩の出身である。早々期の海軍に入り、 同藩出身者として、最初の海軍将官となった。角田は当初、藍津藩が激しく対立した薩摩藩、長州藩に強い敵外心を抱いていたが、その心境に変化があったことを示す同郷の後輩、鈴木寅彦に語った談話を下記に引用する。要は、亡国の死なり、故国の滅亡は、殺鳥のなすところなり、世は、当自身に受けて、その復讐をなさんと欲し,し 志を決して海軍に入りたり、しかるに一旅海軍に入るに及びては、等しく、天皇陛下の軍人になれば、恩衆の観念は富に消滅し、ただともに、陛下に対して、神明を投げう,うつをもって、軍人の本文となすに至れり、合図海海法第十二号、海は白髪なれど、大武諸藩の海軍進出、大海軍を思う、第一章、山本、閣議に爆弾を投げず、 海軍中将、角田秀松、読売新聞1905年12月15日、新聞修正、明治編年史。第12巻、官報第5141号、序任及び、事例1900年8月21日。官報第3693号、序任及び、事例1895年10月19日。官報第3862号、 付録、事例1896年5月16日。ありがとうございます。